はい、どぶれいです。今回ですね、こちらのトレクルじゃないんですけど、まあ、こちらキングダムランっていうね、アプリゲームがあるんですけど、私ね最近キングダムを一気見したんですよ。1期から5期まで、まあ、まだ今5期の5シリーズの途中までしか、放送はされていないんですけど、まあ、その途中までちょっと見させていただきまして、まあ、ちょっとねキングダムの熱が、出てきたということで、まあ、ちょっとねアプリゲームの方をやっていこうかなということで、まあ続けるかどうかはわからないんですけど、今ねちょっとキングダムが熱いなっていうのでねやってるわけなんですけど、まあ、ちょっとね、ガチャをね引いていきたいなということで、うん、で何ですかね、まあこちらのゲームなんですけど、なんかなんていうんですかね、トレクルみたいな感じで、まあ、キャラを、何体も持ってないといけないみたいなのはなく、1体ゲットすればとりあえずその武将をずっと使っていけるっていうものになってまして、でさらに強化したいのであれば何体もか、当てないといけないですよみたいな、まあものなんですけど、でまあ自分も初めてね、まだ全然まだ3日4日目ぐらいなんで、まあ、まだ全然強くはないんですけど、うん、まあ、ちょっとねガチャの方を引いていきたいっていうところで、いやー私ね昔からキングダム大好きで、はい、あれなんですよね、私のキングダムの出会いのきっかけなんですけど、出会いのきっかけとしては DVD を、まあ、借りている時があったんですけど、時期があったんですけどね、毎月何十本って借りてた時期があったんですけど、でも今はね、ネットフリックスとか、まあ、いろいろそういう、なんですかね、あれがあるじゃないですか。なんていうんですかね。アニメとか、まあ、ドラマとかを見る、まあ、アプリがあるじゃないですか。まあ、なんで月額払って見たりしてはいるんですけど、まあ、昔はね、まあ、DVD を借りに行くっていうのが結構自分の中で、まあ、それが当たり前みたいな感じだったんですけど、まあ、その当時も全然そういうのあったと思うんですけど、まあ、それ DVD を借りに行ってたと。でまあその時にやはりこの私アニメが結構好きな方なので、まあアニメとかをねこう見たりだとか、アニメのコーナー行ったりだとかっていうのをしていたんですけど、まあその時にふとこのねアニメと出会いまして、まあどうなんだろうっていうので何本か借りてねちょっと見ていったわけなんですけど、もうねその夜借りに行ったんですよ。それこそ夕方ら辺ですかね、5時とかに1回借りに行って、でその後、まあ、すぐ書いてみたんですよ。で、1話見て、ウィーって、めっちゃおもろってなって、その後、7時ぐらい、まあ、2、3時間後に、またその、店舗に行って、10本ぐらい借りたっていう、その、1期分全部借りたっていうね、ことをしましたね。っていうぐらい面白い。まあ、なんでね、ぜひともね、まあ、今、私の年齢層といいますか、視聴者層っていうのがね、まあ今ワンピースだと思うんですけど、まあワンピース見てる方もぜひともキングダムも見ていただきたい、面白いですこちらのアニメ、うん、まあということでね、まあ長々と話してしまったんですけど、まあ今ねこのなんで動画にしようかと思った理由なんですけど、このスタートダッシュガチャっていうのがまああと1日で終わってしまうということで、まあちょっと引いていきたいということで、まあ自分四白欲しいんですよね、めちゃめちゃ四白と指揮科かな、まあ、あと甲とか官名、まあ、ここら辺当たれば個人的に好きなキャラですのでありがたいなっていうところで、まあ、今日も欲しいんですけど、今日は一応なんかチケットみたいなんで交換はできるので、まあ、とりあえず紫白指揮科甲、まあ、ここの3体で官名も当たればいいかなっていうところで、まあ、ちょっと引いていきましょう。さあ、まあ、なんかねトレクルみたいにそこまでなんですかね、演出がこういろいろあるわけではなく、まあタップしたらわかるんですけど、でも、まさか一人残らず息の根を止める、やっと紫白好きなんですよね。いやいいね、紫白めちゃめちゃ欲しかった、いいね。まあちょっとどんどん引きますか、ちょっと待ってください。一応2セットごとに UR 武将が確定なんだ。じゃあ次も確定？あと2セット ?1 セットにつき、あ、でも1セットにつき1武将確定なんだ。なるほどね。じゃあこれ、こうとか、ね、指揮科とかちょっと当てていきたいですね。まあ、紫白も全然被ってもいいですし。さあ、
来い来い、よし、これまあまあな演出だ。さあ一個か、誰エンデーあれなんだ、あの今揃ってるキャラ、この出てるキャラが確定ってわけではないんですね。なんだ、なるほどね。とりあえずもう、あ、次 UR 確定ね、いきましょう。さあ頼む、効果指揮が来い、勘弁でもいいよ。あれ来た、カリオンデンなり、来い来い。いやー今日まあまあまあいいでしょう、攻撃を緩めるな、持ってないんでね、ありがたい。今日も好きなんですよね自分。うん、天下の大将軍ですよ。これ知ってんの、あの今自分の視聴者層でこのキングダムのネタ伝わる人いんのかっていう話なんですけど、さあすいませんね、急にこういう動画を出してしまって、トレクルやっていきたいところなんですけど、トレクル今ね、あ、いいね、トレクル今あれなんですよね、まあ今その絶賛トレマ中なんで。白霊対白霊か、まあまあまあ白霊はもう持ってんだよな、結構な、結構当てたんだよな。さあ次 UR 確定、ちょっともう一回この UR 行って、効果指揮か当てて、ちょっと次違うガチャも引きたいな。いっ、これでかいやつだ、演出の中で一番いいやつじゃない多分。さあ一個か、来い、おっしゃあナイス、こうこうナイス、欲しかったよ、ありがとうございます。こうありがたいね。でまあ他にもちょっとガチャ来てるのでちょっと引いていきたいんですけど、まあこれね、もう少しでこれが終わってしまうということで、義国武将、まあこれ霊峰とか、あ、霊王とか、霊王とか五方明とか、まあここら辺欲しいですかね。さあ行きましょう。まあでもね、こちらね石2000個使うんですよね、ちょっと怖いんですけど、まあ3セットまではちょっと引きたいかな。なのでさあ頼むよ、エス来い、エス、あーやばい、これ、あーなんだこれ、なんもねえ、ちょっと待て待て待て、次ね、次確定ね。さあ頼む頼む、あっ、おーし、私は守りに来たのではない、殺しに来たんだ。一応ご褒美はねもう交換できるんで、いや霊王はねちょっと交換できなかったんで、ちょっとこれありがたいっすね。まあ、ということでね、本当にこれだけの動画なんですけど、あ、これも引いちゃおうかな。今なんか6回ガチャがあるので、ちょっとこれチケット引いて出したいね、このキャラも。さあ今ね歓喜軍ですからね、何も来ない歓喜軍の話なんで、ここら辺、あ、でも480で回せんだ、ちょっと何回か引くかこれも。さあ、あ、お、来るか、キッド、え、マジ、え、めっちゃいいんじゃないこれ、20連目ってか2回目で出すの、輪玉、あ、輪玉ね、いや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 、ありがたいですね。うん、まあ今後ねまた新しいキャラも来そうなんですよね。てかなんか話によるともう少しで6周年が来るだとかっていう話も出ているので、まあちょっとあんまり使わずね取っておきたいなっていうのもあるのでね、まあこれぐらいにしときますかね。はい、まああとはこのキャラも欲しいんだよな、共鳴も好きなんですよね自分ね、共鳴の若い頃可愛いしかっこいいんだよな、ちょっと引こうかな、これもついでだし、まあちょっと出るかどうかわかんないですけど、まあこの何ですかね、ゲーム、まあアプリでは一体その星3の例えば共鳴を当てることができれば、とりあえずそのね星6とかの UR のね共鳴まで強化できるっていうのがいいとこなんですよね。まあなんで一体でもとりあえずゲットすれば今後使えるっちゃ使えるんですよね。来た、頼む、共鳴、共鳴いいよ、2個ある、行くぞ、あー、昭和か、我が真の子らよ、片方か、興味も来い、行くぞ、いや昭和めっちゃ来る、我が真の子らよ、興味欲しいのよ。さあラスト来ないか、ちょっと来なかったですね。あ、でも380個で回せんのか、ちょっと待って、興味出るまで回そうかな、どうせなら。さあ来い、いやー来ない、共鳴来い、共鳴頼むぜ。まあ
そうですね、なんかシンとかもね、主人公のシンいるんですけど、シンもね、最初から配布でゲットできるキャラなんで、ガチャとかでは来ないんですかね、シンって。別にね、ノーマルクエストとか回ってればとりあえずゲットできるんで。来い、ガムシャラ来た。オッケー、先の道を見る。あ、しかも星4だ、やったー、ありがとうございます。まあということでね、まあその始めてからあんまりガチャとか引かずね、貯めておいた石をちょっとふんだんに使って強化していこうかなということでね、まあちょっと今日ガチャを引かさせていただいたんですけど、まあちょっとね、自分のこの視聴者層的にね、まあトレクルメインでやってるので、ワンピースのことしか分かんない方多いとは思うんですけど、まあちょっとね、キングダムということでね、まあ個人的におすすめなアニメなんで、まあ見ていただきたいなっていうところで、まあ結構ね、長いっちゃ長いんですけど、まあでもね、それこそ自分1期からその5期まで、5シリーズまで1週間で見ちゃったんですよねずっと見てて、もう暇さえあれば見てたんですけど、まあちょっと長いっていうのもありますし、個人的にね、第その1シリーズ目がちょっとね、普通のアニメとこの画質と言いますか、なんかグラフィックみたいなのがちょっと違うので、作画的なのがねちょっと違うので、まあそれがちょっと苦手なっていう方もいるとは思うんですけど、ぜひともね、見ていただきたい、面白いから見てほしいまあというところで、今回はね、ちょっとキングダムランということで、ガチャだけを引かさせていただきました。まあちょっと今後続けるかどうかはわからないんですけど、まあとりあえずね、自分もガチャ引きたかったので、この場を借りてちょっと引かさせていただきました。まあということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。